む。おはようございます。めちゃめちゃ寒いですね、朝。いや、本当に鳥肌やばい。なんで半袖なんやって感じなんですけど、まあね、僕はいつもこう、モーニングルーティーンとか、まあ日々のルーティーンを上げる中で、まあ朝いろいろやってたじゃないですか。こういうもう寒い日はね、本当に布団から出るのも僕は一苦労なんですよ。でもやっぱ朝はちゃんと時間使わなきゃいけないので、もう最近は朝起きたら、もう思考停止でジムに行く。これをやってます。起きて、まあ、速攻で水飲んでサプリメント取って着替えて即ジムで、ジムでトレーニングして体を温めながら、今日やることとか今日どういう一日にしたいかっていうのをこう頭で考えるようにっていうのを最近はやってます。普段のルーティンとは最近は結構変わりつつはあるんですけど、ルーティンとか習慣っていうのは、まあ、その時の状況とか、まあ、時期に応じていろいろ形を変えていくっていうのもありだと僕は思ってます。長期的なゴールとかそこが変わるわけではないので、まあ、そこに対してのアプローチの仕方とか順番が変わるっていうだけなの。そんな感じですね。まあ喋ってるとそれなりに目は覚めてきますので、トレーニングの時に飲むドリンク準備してもう即ジム、すぐジム行きます。はい、本当に寒さ勘弁してほしいわ、マジで。今トレーニング終わってお仕事に向かってます。まあ、朝一のトレーニングは最高なんですけど、いや朝日も今日浴びれてね、天気もめちゃめちゃいいし、使い切ったわ朝一で。顔死んでない？顔死んでるわ。まあ、朝一で苦手な下半身トレーニングをやることができたし、まあ、おそらく今日一日の中で一番きついでかい壁っていうのをが今終わったんですよ。なので、まあ、あとはもうこの勢いのまんま走り切るっていうか、よくウサインボルトも圧倒的1位なのに最後の方ってなんかスピード抜いてこう余韻で走ってるじゃないですか、この勢いのまんま。まあ今あの状態ですね。ゴーな、まあ、顔はちょっと死んでるんですけど、ちょっとコーヒー買おう。コーヒー欲しい。小さい幸せや、ね、今寒いんでホットコーヒーかと思いきや、トレーニングしてシャワー浴びてると体があったかいんでアイスコーヒーの方がうまいんすよ。最高でしょこれ。
皆さんここまで Vlog をご視聴いただきありがとうございました。帰ってきてでシャワーを浴びて体ちょっとストレッチをしてですねこの動画を回します。もう寝る寸前です。眠気もすごいです。ちょっと頭回ってないんですけど、だんだんね気温も少しずつ暖かくなってきて、で朝の時間も日が昇るのが早くなって沈むのも少しずつ遅くなってきております。いよいよ野球のシーズンが始まりますね。まあ多分この動画を上げてる時はもう始まってると思うんですけど、野球のスキル、社会人としてのスキル、ルーティーン、いろんな面でアップデートしていきます。なので、まあ、この動画をご視聴いただいている中で今何かに挑戦している方、頑張ってる方、これから挑戦したいという方、僕と一緒に頑張りましょう。はい、僕の最近のおすすめアイテムを紹介して終わりたいと思います。こちら小豆の力です。これを仕事の昼休みの仮眠の時とか寝る前にやって、まあ、どうしてもパソコン作業とかが僕多いので、こういうので眼精疲労を取って、眠りにつくっていうのをプチルーティンにしてます。めちゃめちゃハマってます。これ小豆の力ホットアイマスクでレンジでチンして使うタイプで繰り返し使えるのですごく気に入ってます。俺いつも持ち歩くようにしてます。はい、この商品知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、概要欄に、Amazon のリンクの方をですね載っけておきますので、気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。チャンネル登録者1万人という僕にとってはかなり大きい目標に向かって、これからも動画投稿頑張っていきますので、グッドボタンとチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。本日の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。